はい、皆さんこんにちは、トン吉でございます。今日はですね、少し前にかなりYouTuber の間でも話題になったレンタル Wi-Fi の富士 Wi-Fi、 これでね、ちょっと面白いキャンペーンをやってたので、今日はそのキャンペーン実際に申し込みしましたので、皆さんにご紹介したいと思います。じゃあ今日の動画行ってみましょう。はい、ということで、冒頭でもちょっとお話ししましたけど、こちらですね、現在僕も使ってる富士 Wi-Fi、 このルーターがあるんですけど、こちら僕はね、現在は YMAX プラン、 YMAX2 プランということで、月々だいたい税込み3500円ぐらいで無制限で利用させていただいてます。でこれね、一応無制限なんで固定回線代わりで、家の中でも外でも、まあ、利用してるっていうような感じです。で今回ね、この富士 Wi-Fi さん、最近どんな時も Wi-Fi とか限界突破 Wi-Fi とか、いろんな Wi-Fi が出てて、だいぶね、ちょっと抑え気味なんかなって言って思ってたところなんですけど、この11月1日からね、新料金とか、あとはいろんな施策キャンペーンを打ち出していたので、ちょっとね、そこで気になったプラン一つ今日はね、お話ししたいと思います。で具体的に何かと言いますと、もうね、頼んだものは来てるんですけど、こちらになります。じゃーん。もともとね、富士 Wi-Fi さんの方でやってたお試しプラン、7日間でお試しできるプラン500円っていうのがあったんですけど、これがね、なんと今11円で利用することができます。イエス、富士 Wi-Fi さん頑張ったね。でそれをね、今日は僕はすでに申し込みをしていて、こちらに届いているっていうような感じです。これお試しの概要なんですけど、富士 Wi-Fi さん大きく2つ契約があって、 YMAX プランと、あとはソフトバンク回線を使った回線で、その中に使用ギガ数が無制限とか100ギガ、200ギガっていうふうに刻みがあるんですね。で今回はそのソフトバンク回線の方の50ギガ、25ギガっていう刻みのところの品質回線をお試しできるよというようなサービスです。でこれがね、今日届けていただいてから7日間利用することができます。でこれがね、無制限というわけではなくて、7日間のうちに10ギガ使えるようになっているものです。でその10ギガ使っていただいて、富士 Wi-Fi のこのプランがいいかっていうのを試すような感じです。よくあるトライ YMAX とかっていうのを皆さん聞いたことあると思うんですけど、そんな感じだと思っていただければいいかなと思います。で申し込み自体はね、1週間ほど前にして、まあ、届けていただく日もね、自分で指定します。で僕はね、今日届けていただくように指定してあって、今日届いてるっていう感じです。じゃあ中身開封していきたいと思います。中身はね、すごくシンプル、こんな感じです。ね、Wi-Fi ルーターと充電ケーブル、あと AC 電源も入ってますね。あとは返却用のレターパックライト、この機材を返すときに使用するやつですね。だから11円で今回利用できるんですけど、370円の返却用の封筒も付けていただいてるんで、もうほぼ実質タダですよね。富士 Wi-Fi さん大丈夫？ということで、まあ、こちら見ていきたいと思います。でこの中身開けていきますと、一応ね、返却する必要があるんで、袋もちょっと綺麗になるべく開けたいなと思ってます。これが機種ですね、 FS030W って書いてあります。これが今回送られてきた機種です。で機種自体はね、その時々によって内容が変わるそうなんで、僕は今回これが届いたっていう形になります。でさらにマイク充電用のマイクロ USB、 それを電源につなぐ用の AC 電源ですね、これが付いてました。であと説明書みたいなのが2つ入ってます。1つ目は今回 このお試しプランのご利用ガイドっていうので1枚付いてます。レンタルの返却が今日届いて1日目なので、最終7日間使って翌日にポストに投函して消印があれば延滞金とかなしに行けますということが書いてありますね。でね、一応これ延滞金とかってあるんですけど、もし返済が遅れたりすると1日につき500円ずつ請求されるそうなので、借りたいなっていう人十分注意してください。であと弁済金ということで、もし機械類を故障させた場合、これもお金がかかりますので十分気をつけてくださいね。はい、で中身はこんな感じなので、実際に機械つけてどんな感じか接続速度計測ぐらいしてみようかなと思います。これ初めて使う機種なんですけど、一応ね、速度がね、今下りが1ギガ近く出るモデルもあるんですけど、これは150メガが最大下り速度になってましたね。上りは確か50メガ、もし違ってたらちょっとテロップで出しときます。スイッチはここみたいですね。ここでここスイッチオン、中押しつきましたね。今起動中です。
はい、ということで今起動しました。一応ね、届いた時点でちゃんと 100% 充電されてますね。これは地味にありがたい。もう普通のルーターですね。今ここ表示出てると思うんですけど、今回10ギガ使えるので10ギガ分の何ギガ使ったっていうような表記になってます。でちょっと触ってみました。でここのボタンがメニュー選択になっているようで、ここを選ぶとこんな感じでね、メニュー選択できます。でメニューを選んでそこを選びたい場合には、こちらに決定ボタンみたいなのがあるので、ここを押すとメニューの中に入っていくっていうような感じになりますね。あ、今回ね特に設定することもなくて Wi-Fi だけ使うんで試してみたいと思います。これで一応速度計測行ってみたいと思います。はい、そしたらね、今使ってるこの YMAX とこちらと順番に速度計測行ってみたいと思います。でただね、こちらの機種引っ越してからね、非常に電波の入りが悪くてね、今ここで4本立ってるんですけど、こちらは3本の3本マックスで立ってる感じです。多分ね、こっちの方が電波の入りはいいのかなっていう感じです。じゃあ測ってみます。まずはこちらから行ってみます。はい、じゃあまず YMAX の方から行ってみます。速度計測スタート。ちょっとね、アップロードが遅すぎません？あまり電波の良くないところに置いてしまったので、もうちょっと窓辺に置いて再計測します。はい、じゃあ窓辺に置いて再計測いきます。どうかな、変わるかな。はい、結果が出ましたね。だいたい下りが 8.6 で上りが 4.3 ですね。これでも結構早い方かなと思います。はい、ではね、次こちら、今この Wi-Fi の方をつないでおります。これで速度計測してみたいと思います。はい、じゃあ今度ソフトバンクのサーバーに切り替わったと思うので、これで測定していきます。スタート。結構ね、部屋の真ん中に置いても、あ、もうピンが早いですね。めっちゃ早いですね。上り下りとも3倍近くになりました。やっぱソフトバンク回線って早いんね。はい、ということで今回届いたこちらのソフトバンク回線と今まで使ってたこちらの YMAX の回線と両方ね、速度比較をしてみました。結果は今回届いたね、こちらの回線の方が3倍ぐらい速くなるという結果でしたね。やっぱさすがソフトバンク回線ということでしていた。こちら YMAX ね、やっぱちょっと電波が不安定で、ここのアパートだいぶ入りが悪いんですよね。で最近ちょっと乗り換えを検討しようかなっていうのもあってね、今回こちらを借りてみました。今までこちらを使ってね、 YouTube のアップロードとか全部やってたんですけど、実は結構重たい動画をアップロードするとね、翌日の昼間と夕方が上りも下りも1メガ以下になってて、全然ね通信できなかったんですよ。で今回なんでこれを借りたかっていうと、11月1日から実は富士 Wi-Fi さん、新しいプランでドコモ、au、ソフトバンクの3社の、まあ、クラウド通信っていうのかな、そういうのを使って、まあね、より早い快適プランというのを出すことになりました。まあ、基本的には無制限で使えるよってことなんですけど、違法な通信とかがあれば、まあ、その都度規制がかかるようなプランなんですね。どんな時も Wi-Fi とかよりもね、結構高めの価格設定になってるんですけど、実は富士 Wi-Fi さんってまとめ払いっていうのが可能で、最大で1年間まとめてね、こうぐっと支払いをすることができます。安くなります。でさらにね、富士 Wi-Fi の方は1年まとめてなんで、最初にバッとお金払う必要あるんですけど、1年間の縛りでいいということになりますよね。どんな時も Wi-Fi とか2年間とかの縛りがあって、違約金も生じるんで、あんまりそういう縛りが嫌いな人はね、この富士 Wi-Fi さんの新しいプランに乗り換えてみるっていうのは一つ手かなというふうに思います。今回このやってる、僕が借りた11円で7日間借りれるこのプラン、お試しプランですね、一応今のところ200台限定でやってるんですけど、11月の14日現在でもまだ申し込みが可能なようなので、もし興味がある人は早めにちょっと申し込みしてみてください。概要欄の方にこのお試しプラン、11円で借りれるプランのサイトを、概要をね貼っておきますので、よかったらねぜひ見てみてください。今日届いたばっかりでまだあれなんですけど、1週間使ってみて、もしよければ僕ももうちょっとこちらの YMAX の方からこちらにね乗り換えることも検討しようかなと思ってます。でその無制限のクラウドプランというやつはちょっと端末がまた変わるようなんですけど、まあ、基本的にはこちらに比べたらかなり広い範囲で電波も入るようなんで、
固定回線代わり、まあ、中でも外でも使うという意味ではかなりいいんじゃないかなと思うので、ちょっと前向きに検討したいと思います。はい、ということで今日はですね、富士 Wi-Fi さんの方でやってるお試しプラン、7日間使えて7日間10ギガ使えるプランが11円だよというプランのご紹介でした。繰り返しになりますけども、興味がある人はちょっとね、限定数っていうこともあるのでお早めに申し込んでみてください。で、僕もね、ちょっと1週間使った感想なんかはブログであげるか、この動画でまた改めて出させてもらおうかなっていうふうに思っております。もしね、質問とかある人はぜひコメント欄の方から入れていただければ可能な範囲でお答えしたいなと思います。じゃあ今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。